と2個上の先輩2人亡くなられたんですよ。先輩の供養と亡くなられた方々の鎮魂の意味を込めて私たちは活動しています。校舎の近くに閣議場っていうのがあったんですけど、津波で流されて壁もないところで活動していて、すごい暑かったです。このいわき海星のジャンガラをみんなにも知ってほしいし、いわきは大丈夫だよっていうのをみんなに知ってほしいからです。三宮下駅です。いわき海星高校さんのジャンガラ踊りは、みんな太鼓のリズムとか動きとかあってて、すごい練習したっていうことが分かりました。同じ伝統文化を受け継ぐ身として、僕たちも負けないように頑張りたいです。地域の復興のために役立っているんだなと思うと、本当にやっててよかったなと思います。歌舞伎を見たことがあったんですけど、その時、見た時に、日本にはこんなに素晴らしい伝統文化があるんだってずっと思ってて、で今回、中学生の皆さんが歌舞伎をやってるということで拝見して思ったことは、私たちも、中学生の皆さんに負けないように、いわきの伝統芸能であるジャンガラ念仏踊りを後輩たちにもつなげていきたいなと思いました。三宮下駅はいわき海星高等学校、拍手です。